こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は一句に茶を吸うです。一句に求人す成功水という語があります。一口に陽子港の水を飲み尽くすということですが、是非特筆、善悪美醜有情無情のあらゆる対立概念を飲み尽くして、人大地塵一つない境外である。馬祖同一が宝庫寺に全宇宙と一切関わらない唯一絶対なるものは何ですかと問われた時に、汝が一句に成功の水を求人するを待ちて、すなわち汝に迎えて言わん、つまり陽子港の水を人のみにしてきたら教えようと答えました。この句はこれから取られたものでしょう。松風を静かに聞きながら一服の茶を喫するとき、茶そのものになりきり、同時に乾坤大地をも飲み尽くして自己の仏性を鉄拳せねばなりません。今から一句に茶を吸うを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。